はい、しんしんです。今日はですね、自分が思ってる音程が果たして果たして実際に音程が合ってるのかどうかっていうのをチューナーを使って実際にやってみたいと思います。それでは、こちらの、クリップをここにつけまして、チューナーを置いてるんですけれども、行ってみます。全然高い。もう一度。こんな低いのか。ですね、ここ1の間のここを僕は自分なんか思ってるよりも高い音程で吹いてしまうので、 1.5 ぐらい開けてます。で自分なりに下げてる状態で、じゃあもう一回いきます。おお、結構ぴったり。あら、俺結構いけてるじゃないですか。じゃあ次。おお、ぴったり。あれ、なんか上手になってるぞ、俺の耳。ああ、いいですね。いいじゃないですか。これは芯にもなりますね。いいじゃないですか。じゃあ思ったより徐々になってるっていうことかな。と、ロングトーンの練習に戻ります。どうしてもね、口ぶらパサパサしてブーってなって、うまいこといかないということで。こんな感じで、やっていきたいと思います。で、メトロノームをオンにしてスタート。2、3、4、1、2、3、これでやっていきます。パサパサしてるねんけどな。難しい。はい、というわけで、ロングトーンの練習、でした。難しいな。